皆さんこんにちは。文人親王妃でおなじみの典子様。典子様が隠し続ける胃がんの現在や夫分に親王に関する噂について紹介します。まずは典子様の経歴とプロフィールから紹介します。文人親王妃典子は日本の皇族、皇嗣の秋篠宮文人親王の妃、旧名は川島典子、御位は親王妃、継承は殿下、御印は妃王義昭部、勲等は勲一等宝冠章、皇室会議予備議員、2019年5月1日現在、最年少の親王妃である典子様は、これまで眞子さんの結婚問題や、悠仁さまの作文コンクールでの盗作問題など、さまざまな問題が発生し、猛烈な批判を浴びていた時期にも公務だけは積極的にこなされてきただけに、この度の公務への参加がままならないほどの体調不良に関して、心配する声も宮内庁の内部で上がっているようです。では、一体、典子様の体調不良の原因は何であるのか、医療機関での正式な検査でも異常が見当たらなかったという典子様のご不調に関して、女性自身では、精神的なストレスが原因ではないかとして次のように報じています。宮内庁が典子様の体調不良を発表したのは1月6日。昨年末から体調が優れず、特に胃腸に強い症状が出ており、通常のお食事を取れない状況だったのです。10日には東京都内の病院で内視鏡による胃などの検査を受けられましたが、癌や潰瘍などの異常は発見されませんでした。担当の医師の診断は胃腸の機能的な障害によるもので、療養を心がけ、自律神経の調整を図りながら過ごすように勧められたそうです。症状がかなり重いのか、典子様は8日に予定されていた手話狂言への出席などを取りやめられています。これまで典子様が急遽ご公務をお休みになったのは、06年にご懐妊の兆候があり地方ご訪問を取りやめられた時、23年にコロナ感染のため療養が必要になった時など、数えるほどしかありません。ご回復のためには自律神経の調整が必要だというが、ユーメンタルクリニックの総院長で精神科医の結城優さんは次のように語る。あくまで一般論ですが、心身症という症状があり、ストレスを原因として内科待ちな疾患がないにもかかわらず体の不調が生じている状態のことです。自律神経を整えるためには休養をとり、精神的なストレスの原因から離れることが大切です。また無理のない範囲で話せる相手を作り、一緒の時間を過ごすことも重要です。だが、皇嗣妃という重責を担われている典子様のご相談相手探しは簡単なことではないという。宮内庁関係者はこう語る。典子様には大学時代からのご友人や研究活動を通じて知り合われた方もいるようですが、ご家族の問題などデリケートな事柄を吐露できるようなお相手はおらず、お一人で悩みを抱え込まれてきたようにお見受けします。病院での検査でも器質的な異常は見つからず、原因不明のご体調異変に宮内庁内でも波紋が広がっているのです。宮内庁は体調不良が続いている秋篠宮妃典子様が10日内視鏡でなどを検査し、異常は見られなかったと明らかにしました。典子様は去年末から体調不良が続いていて、最近は胃腸に症状が強く出ていました。典子様は10日東京都内の病院で内視鏡でなどの検査を受けられましたが、異常は見つからなかったということです。担当の医師からは胃腸の機能的な障害によるものと考えられ、療養を心がけ、自律神経の調整を図りながら過ごすように勧められたということです。また医師によりますと、回復には1ヶ月から2ヶ月程度かかる可能性があるということです。皇居では11日、専門家が天皇皇后両陛下や皇族方に講義をする新春の行事講書士の儀が行われますが、宮内庁は典子様が体調に気をつけて出席される予定だと明らかにしました。典子様は7日、昭和天皇の命日に行われた御神楽の儀への参列と8日の手話狂言の鑑賞は取りやめられていました。強い精神的なストレスが原因で体調を崩されたという典子様。では、一体、そのストレスの原因とは何なのでしょうか。こちらの女性自身の記事では、典子様のストレスの原因は、
長男悠仁さまの即位拒否発言であるとして次のように踏み込んで報じています。宮内庁内でも様々な意見が飛び交っています。ただこれまでの典子さまのご姿勢や強い症状を鑑みれば悠仁さま関連の問題であるという説が最有力なのです。悠仁さまは今年9月に成年皇族になられ、また大学ご進学も控えられています。将来の進路についても明確にしていかなくてはならない時期ですが、親子間でご意見が対立されているのではないかと、前室宮内庁関係者、大学受験に詳しい教育ジャーナリストの小林哲夫さんはこう語る。近年では推薦入試により大学に入学する生徒も増えており、年内に合否が決まるケースもあるので、各高校も準備を前倒しにしています。お子さんが高校2年生であってもこの時期は共通テストに関する報道などもあり、それが気になってしまうご家庭もあると思います。眞子さんの皇籍離脱直後、麗澤大学の八木秀次教授は、一番懸念されるのは悠仁親王の即位拒否に道を開いたことです。姉が自由意志を貫いたことが前例となり、即位拒否を主張されてもダメだとは言えなくなったといったコメントを寄せていたが、そうした懸念が現実味を帯びてきたとも言えます。現在の皇室典範では、皇室の存続は悠仁さまを一人のご双肩にかかることになり、その重圧は計り知れません。宮内庁内には典子さまがご体調を崩されたのは、悠仁さまがご即位への非常に強い不安を漏らされているからではないかという声もあるのです。確かに悠仁さまが即位拒否をほのめかされたのだとすれば、将来の天皇にふさわしい教育環境を整えることに全力を尽くしてきた典子さまにとっては、アイデンティティを全否定されたように感じられたでしょう。またこれまで悠仁さまを立派な天皇として即位させることを何より重要な目標であると考えて来られた典子さま、そんな典子さまにとって悠仁さまが将来天皇として即位することに関して否定的な発言をされたことは何よりショックなことであるでしょう。週刊誌の記事では、悠仁さまが即位拒否をほのめかされたなどと書かれていますが、実際にはかなりはっきりとした調子で、天皇になんてなりたくないと悠仁さまは典子さまの前で述べられたようですね。現在ネットメディアを中心に話題となっているトンボ論文の事件は、こうした悠仁さまの即位拒否への思いを決定づけたようです。というのも、このトンボ論文は実際には悠仁さまは何も関係していないにもかかわらず、東大に入学するためということで無理やり筆頭著者として名前を載せられ、そのことで激しいバッシングを受けているということで、悠仁さまは典子さまに対していい加減にしてくれという思いを抱くと同時に、将来天皇になればもっと注目を浴び、一挙手一投足が批判の対象になってしまうといった不安を抱かれているようなのです。またそのように即位について否定的な発言をされたのは悠仁さまだけではありません。秋篠宮殿下なども即位拒否発言をされておりますから、秋篠宮家には積極的に皇位継承しようという皇族は一人もいません。皇后になるという典子さまも野望もいよいよついえつつあるようですね。夫妻関係が悪化したについてもまだ根拠ではありません。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。